こんにちは。財務コンサルの部、キャッシュリッチ企業チャンネル、遠藤信之です。よろしくお願いします。はい。この番組ですね、中小企業社長や起業家に向けて、事業を成功させるための経営について勉強する番組です。どうぞ最後までご覧ください。番組が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい。それでは参りましょう。本日のテーマですね、経営に悩む社長に一番大事なことは、メンタル強化だ。社長がメンタルを安定させるために必要な3つのことというテーマで、メンタルについてお話ししたいと思います。私は過去2000社以上の社長とお会いしております。ほとんどが何かについて悩みがあります。はい。経営者について悩みは尽きないんです。どんな経営者でも悩みがあります。でね、レベルの違いがあってもですね、どんな経営者についても悩みがあります。今日はそのお話をしたいと思います。で、結局経営者はこのメンタルが強くないとやっていけないんですよ。私はですね、資質、経営者になる、社長になるための資質は何かといえばですね、やっぱりメンタルだと答えますね。はい。お金でもなく、学歴でもなく、技術でもなく、メンタルなんです。逆に言えばですね、メンタルが強ければ誰でも成功できるとさえ思ってます。はい。そのお話をしたいと思いますね。はい。目次ですね、どんな経営者にも悩みはある。社長はメンタルの安定が一番大事。3つ目、メンタルを安定させるための3つのこと、この順番でお話ししたいと思います。はい。まず、どんな経営者も悩んでいると、ね、いうお話ですね。こういう孫正義さん、悩んでないと思いますか。孫正義さん、まあ、今年ですね、3月決算で大赤字を出されました。まあ、以前にも大赤字出されたんですけど、昨年はすごい黒字出されて、今年また赤字出されて、決算の報告会、まあ、YouTube とかでね、流されておられましたけども、もうやっぱりさすがに暗い、まあ、1兆円以上の赤字ですからね、暗い顔をしておりましたけども、守りを固めるとこう言っておりましたね。言っておられました。やっぱ悩んでおられますよね。赤字だったらね。はい。まあ、人間そんなもんですよ。で、孫正義さんでも悩んでおられますよ。あと、ジェフ・ベソスさん。アマゾンの創業者。ね。ずーっと右肩上がりでこうね、15年、20年こう上がってこられましたけど、ちょっと陰りが見えてきてるかなというところがあるんです。まあ、まだわかんないところですけど。まあ、ジェフ・ベゾスさんでも、ベゾスさんなりの悩みがあります。それはレベルの高いところでの競争がありますからね。イーロン・マスクさんとか、まあ、いろいろ Facebook とか、ね、Google とか、みんな新しい事業をやってますから、まあ、そこで勝たないといけないわけですね。そういう悩みがある。三木谷博さん、楽天の創業者。大実用家ですよね。楽天ね、野球チームを持って、サッカーチームを持って、ね。で、携帯電話事業にも参入して、ね。さぞ、ウキウキかな、と思って、私、決算書を見たんですけど、まあ、携帯電話事業がなかなかまだね、ちゃんと黒字が出せてないという感じなんです。まあ、まだまだ、まあ、いずれは成功すると思うんですけど、ただ、まだまだ思ったようにいってないというところで、三木谷さんも悩んでおらんじゃないかなと。まあ、これは想像ですけど、思います。どんな方でも、どんなレベルであっても悩むんですよ。経営者は。でも、そこに負けてるとですね、もうどうしようもないということなんです。経営者は常にそのプレッシャーと戦わなければいけないということなんですけども、まあ、そこがですね、会社員と違うところです。もちろん会社員も悩みありますよ。大変ですよ。私も、会社員として、一般企業として3社、ちゃんと勤務しましたから。まあ、内実はコンサルみたいな、社員でしたけども、勤務しました。財務、ほとんど財務経営担当でね、やりましたけれども、まあ、それなりにやっぱりね、人間関係でやっぱり悩むんですよ。会社員ってね。はい。その、周りにいますから、自分の思い通りできません。で、私はもう失格者です。そういうのは無理だと。計7つぐらい行きましたからね。はい。会計事務所3つに、監査法人1つに、コンサル会社1つに、
ね。それで4つ、5つでしょ。で、5つに、なんか会社3社 ?8 社ですか。はい。8社ぐらい行ってるんですよ。不適格者です。ですから創業して、まあ、今期20年ぐらいになるんですけども、まあ創業したら創業者で、私も悩みつきませんよ。まあそんなもんですよ。はい。で、じゃあちょっとどういう経営者でどんな立場かというのをご説明したいと思います。ちょっとここにヘッダーが絵でね、これ私小学生以下の絵なんですけど、絵心がなくて、まあ小学校時代から美術系全くできない人間です。はい。ですからこう会計とか経営の方に進んだかもしれませんが、こういうのダメなんですけど、まあちょっと我慢してみてくださいね。これ事業です。事業、会社です。丸々株式会社。これ皆様の会社、事業がある。で、事業には仕入れ先がありますよね。で、関係先がありますよね。必ず。で、そこから物を仕入れ出して、ここに加工したりして、付加価値をつけて、お客様に提供する。事業。どんな事業でもこうですね。で、事業のやっぱり命題としたら、ここでですね、利益を出さないといけないです。利益を出さないと。赤字でもいいかと思っておられる方は改めてくださいね。事業は利益を出さないといけないんですよ。で、ピーター・ドラッカーもよく私の動画で出てきますけどね、語っております。事業というのはマーケティング、1番目にマーケティングである。で、2番目にイノベーションである。マーケティングね、営業を不要にする、お客さんに喜んでもらうため、お客さんが自然に買いに来てくれるためにはどうするのか考えるのがマーケティングなんですよ。で、イノベーションはそのために製品開発したり社内改革したりして改善していく、これが事業なんです。常にこう改革していかないといけないというのが事業なんです。でないとこの利益が出なくなっちゃうということなんですよね。で、そのためにですね、こう書いてますよ、下、時間、人、物、金、情報、これ5つの経営資源と言われてます。昔は人物金と言われましたけど、そこにまあ時間の制約はありますね。情報がもう溢れてます。今ね、情報たくさんあります。これらの5つの経営資源を使ってこの事業をコントロールするのが経営なんです。事業をコントロールするのが経営です。これを覚えておいてくださいね。経営と言ったらまあいろんな言い方ありますよ。 PDCA とかいろんな言い方ありますけど、事業をコントロールするためのものなんですよ。これちょっと一つ勉強してくださいね、今日ね。で、その下にこう社長ね、書いてます。こう経営者、こういう皆様です。ね、が、こうやって支えてるんですよ。この事業を。ね、事業を支えてるんですよ。これ上に立ってるという人も、ね、そういう感覚の人もいるかもしれませんけど、実際は下でこう支えてるんです。で、この5つの経営資源をバランスを保って、バランスを保ってね、支えないと会社が傾くんです。バランスを保たない。これこっち傾いたらこうなる。こうなるんですよ。これがバランスシートに載ってるんですよ。この結果が。まあ、うまいことまとめてますかね。いや、まあ、そんなことどうでもいいですけど。まあ、なんかバランスを取らなあかんんです。だからバランスシート。これが退職対象に載ってるわけですね。はい。で、ここをね、ここに猛烈なプレッシャーをかかってるわけです。社長の方には。もう、ね。今さん、見られてる社長の方にも、プレッシャーかかってるはずですよ。表に出るか出ないかは別にして。で、それがストレスになると、メンタルがやられるんです。ストレスになると。メンタルがやられるんですね。しかし、ですよ。このストレスを感じずに、このプレッシャーを、プレッシャーを楽しめたら、昔ね、年齢いってる方は知ってるかもしれませんけど、長嶋茂雄さんが、もうちょっと若い時に、プレッシャーを楽しめたらいいですね、とか、セコムだったかな、なんかのコマーシャルで、言っておられましたけど、プレッシャーを楽しむ。ね。あの時私、よくわかりませんでしたけど、もう30年ぐらい前の話ですけどね。でも、結局、プレッシャーを楽しむ。野球でもプレッシャーかかりますよね、4番でしたら。絶対こう返さないといけない。でもそのプレッシャーを楽しむようにならないと4番は務まらないんですよ。ここにいちいちストレスかかってると、ね、4番ね、4番に回ったら打てなくなる人多いですよね。はい。まあ、阪神のあのバッターでも多いですけど、4番になったら打てないですよね。なんかね。これやっぱストレスかかるわけです。プレッシャーに。
でもここを楽しめるようになったら、このプレッシャーに打ち勝てるわけですよ。そのためにはメンタルなんですよ。メンタル、はい、メンタルなんです。でですね、社長のメンタル、社長はメンタルの安定が一番大事というお話したいと思いますけど、社長のメンタルが不安定になるとどういう症状が起こるかと言いますとね、皆さんちょっと当てはまったらこれ思ってください。 どっちかね、2つあるんですよ。多責社長ね、多責社長、何か原因が起こったらあいつが悪い、これが悪い、あの景気が悪い、政府が悪いと思う多責社長多いです。これはですね、どっちかというとこれ創業者に多いと。創業者、攻撃型の人、1か0から立ち上げてきた創業者に多いです。悪くなってきたらあいつが悪いと、こういう見覚えないですかね。まあ私も勝ってありましたから、そう、私も創業者です。勝ってありました。もう治りました。はい、治りました。勝ってありましたんで、今あっても直せばいいんですよ。これ多責社長です。これ多責社長だったら物事は解決しません。絶対解決しません。ここ直してくださいね。はい。でもう一つ、自責社長、逆にね、真面目で、まあ2代目の方に比較的多いんですかね、まあ創業者の方も真面目すぎる方はこっちかもしれませんけど、自責社長、まあ2代目3代目自分を責めすぎるんですよ。俺が悪い、俺が悪い、俺が実力がもっとあったらと締めすぎる、責めすぎる、責めすぎるとどうなるかとね、分かりますよね。悲劇が起こるわけですよ、責めすぎると。これダメですよ、これダメですよ。どっちもダメなんですよ。これどっちかになりがちなんですよ、メンタルが不安定になると。だから吠えてる社長、私もね、コンサルなってそんなに合わないんですけど、コンサルに来られる方はね、まあ、信頼して来ていただいてるのか、まあ、わからないですけど、そんな合わないんですけど、経理の代行とかやってた、もう昔結構、まあ、今でもやってるんですけど、かなりやってた時は、吠える社長は、いや、多かったですね。結局、資料をちゃんともらわないと、こっちも処理できないんですよ。で、資料をちゃんと送ってくださいよ、言ったら、わーっと、吠えるんですよ。まあ最初は分かった分かった言うんですけど、それ何回も やらないもんですから、何回も電話したら、わあ待てとか言う、わあと言う、吠えるんですよ、うん、で何かちょっと言うと、もう切れちゃってどうしようもない、じゃあもうできませんねと、じゃあもう資料返しますわという形でもう送り返して終わりと。まあその会社の方どうなったかというと、まあ大概申し訳ないんですけど、ほとんどいなくなってると思いますね。そういう方ね。まあ途中立ち直った方は、まあ存続している方いらっしゃるかもしれませんが、まだ私も全部見てないですけど、ピックアップしてみたら、いない方が多いな。後でね、見たら、その足跡を、例えばホームページとかで見たらいないなと。ああ、やっぱりかという感じなので、こう多責。気をつけてくださいよ。まあ私もね、勝って、そういう時あって、まあ、社員にね、もういろいろ言い過ぎたこともありましたけど、もう今はもうなくなってますよ。はい。ね、だからここを気をつけて、これね、メンタルが不安定が起こるんですよ。メンタルが不安定。ですから、この多責、自責、これどっちもいかん。要は冷静に客観的に、今悪い原因を判断できるかと、分析して判断できるかということなんです。まあ、前回数字に弱い社長のお話しましたけど、ここを数字を使って冷静に分析できるかどうかなんですよ。ここにかかってくるんです。だからこの多責自責ね、どっちもダメでこうやるとどうなるの？会社が傾いてくるわけですよ。怖いです。会社が傾くんです。このバランス崩れて、ね、バランス崩れたら会社傾くんですよ。で、お金がね、ここのお金がなくなったら会社が潰れるということなんですよね。その前に、人がいなくなったり、ね、物の管理がずさんだったり、時間がルーズだったり、ね、情報は変な情報に惑わされたりと、ここね、これ全部かかってくるんですよ。変な詐欺師みたいな情報に引っかかったりとか、これ全部あるんですよ。これ社長のメンタルです。そういうことです。
はい、で、もうそろそろ、行きたいと思う、結論に行きたいと思いますけど、最後ね、メンタルを安定させるための3つのことについてお話ししたいと思うね。社長がメンタルを安定させるために必要な3つのこと、まず、まあ当たり前のことですけど、これです。プラス思考、これが一つ目です、ね。まあ、そんなこと言ったってどうしたらいいのかということがあるかと思いますけどもね、プラス思考にするためには、まあなかなかならないですよ。こうそもそも自分があのマイナス思考と思っていらっしゃらない方もいらっしゃると思いますから、あのこういう多席社長はこれマイナスですよ。これね、あの以前にもご紹介してますけど、稲盛和夫さんの生き方という本ね、あのこれ書いてますから、ぜひ読んでくださいよ。プラス思考、こう人を責めたり悪口言ったり、これ全部マイナス思考なんです、書いてますから。でこういう本を読んで学ぶということですね。ね、あとはこれですね、ちょっとここ書ききれないですけど、早起き。私夏は5時に起きて、冬は6時に起きてるんですよ。まあ時間ちょっとずれる時もありますよ。あのでも基本はそういう生活をしてるんです。春、まあ5月以降、まあ10月いっぱいぐらい前ですかね、半年ぐらいは5時に起きて、冬はもう真っ暗だから6時に起きるんですよ。そういう形してるんですけど、早起きするとね、プラス思考になりますから。逆に夜遅くまで起きてるとね、まあこれ見ておられる社長にはそんな寝てる暇ないよという方いるかもしれませんけど、寝てください、はい、寝ないと精神は安定しませんから。で朝起きると元気になるんですよ。で表に出てね、深呼吸、こう深く息を吸い込むだけでプラスの感情が湧いてきますから、早起きですよ、ね、早起きね。で早起きで、であとですね、おすすめは運動をしてください。私今はしてませんけど、ずっと20代からまあ40代後半50ぐらいまでランニングしてました。ランニングしてました。これでクソと思いながら走ってましたから、何があっても鍛えられますよ。辛いことあってもこうランニングしてたら鍛えられます。もうちょっとね、もう今はね、歩く方にしてますから、ウォーキングは時々やってます。長時間歩いてます。これでもスッとします。スッとするんです、ね、スッとするんです。あんまりこう走りすぎると今のね、医学ではなんか活性酸素が出るということであんまり良くないんですけども、だから適度に走るとか、あるいはトレーニングジム行くとかね、運動をしてください。で3つ目、ありがとう、感謝することですよね。感謝すること、感謝する、ありがとうと。これね、心の中思ってなくても思っててもいいんです。これをね、できる限り言うとプラス思考。あのね、基本的にね、こうも相手にこう出すと返ってくるんですよ。でこっちがプラス、ありがとうで感謝でしょ、じゃないですか。感謝の気持ちを出すと向こうからも返ってくるんです。そういうもんなんです。またこんな話別にしたいと思いますけども、これは松下幸之助さんも言っておられますし、稲盛和夫さんも言っておられますしね、どなたでも言っておられるんですよ、成功者は。はい、ですからありがとう、これありがとうを100回ぐらいね、1日100回ずつ言ってくださいと。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうという方もいらっしゃいますしね、これだけでもスッとしますよ。いっぺんやってみてくださいね。こういうことでね、プラス思考で、私は前も紹介しました、思考は現実化する、ナポレオンヒルの思考は現実化する、こう思うことですよ。こういう本を読んで、でもう一つ、これまた新たにこれやりたいと思う、7つの習慣。これはもう経営者必達ですよ、必修。私もこれ2000年前ぐらい、西暦1900、まあ2000年ぐらいですかね、まあ、創業するちょっと前ぐらいに勧められて読んだんですけど、これ3回ぐらい読みました。最初ただこれ非常に読むのがしんどいんですけど、これしんどくても読んでください。まあみんなしんどいんですけどね、これもしんどいんですけど、あのしんどいんですけど、読み応えあります。でも3回ぐらい読まないとわからないと思います。これ7つの習慣をやれば成功します。まあただ私言ってるね、私自身7つ全部できてないです。でもいくつかはできてます。
またこれね、別動画上げたいと思いますけど、これはね、絶対読んでいただきたいなと思います。あの、中田敦彦さんも、これ上げておられますからね。あの、YouTuber で有名なね。はい。まあ、ぜひ、あの、そういうの参考にしていただいたらと思います。はい。で、プラス思考になること。次はですね、ね、二つ目。相談。相談する人がいるんですよ。経営は一人ではできないんです。相談する人。これ作ってください。どんなことでも話せる人ですよ。どんなことでも話せる人。まあ、奥様でもいいですよ。奥様でも。ね、奥様が、それ合ってなければ違う人でもいい。これ作ってください。これによって、変わってきます。相談する。私もいますよ。コーチいますし。はい。コーチいますしね。コーチ以外でもいます。複数持ってます。はい。そういうもんです。で、あとパートナー。これね、経営には過去の成功者。例えば、本田総一郎さん。藤沢武雄さん。有名ですよね。このコンビ。二人でやられてるんです。本田総一郎さんは、ね、発明家、技術者ですよ。技術者。ただ、経営は全くダメ。ということで、藤沢武雄さんという元ね、別の会社の経営やられた方が、と、意気投合してですよ。意気投合して、これ運命の出会いなんです。意気投合して、藤沢武雄さんは、ね、営業から資金繰りからもう全部やる。そういう役割も、経営全般をやると。本田総一郎さんはもう事業の開発をどんどん進めて、まあ看板としてやると。で、その陰には藤沢武雄さんがいて、ずっと二人でやられていて、世界の本田を作られたと。有名なお話です。ソニーもそうですよね。伊深勝さんと森田明夫さん。名コンビ。こういうコンビ。アップルのね、スティーブ・ジョブズ、ウォズニアック。ね。ちょっと、名前間違ってたらごめんなさいね。と出会ってなかったら、アップルはないんです。ウォズと出会ってなかった。ウォズは技術者ですよ。ね、スティーブ・ジョブズは、ね、マーケッターで、ね、企画する人間だけど、その技術はないんですよ。でもその二人があったことによって、アップルは大きくなったということです。そういうことですね。パートナーを見つける。ただ難しいですよ。難しいです。難しいけど、見つかったら、これはもうラッキーだと。いなければもう相談者を誰か持つということです。これが大事。はい。次ですね。三つ目。三つ目はね、これはお金の話。資金繰り表経営計画を作ると。またこの話かと思われるかもしれません。しかしこれはね、未来なんですよ。どっちも未来だ。資金繰り表、まあ過去を最初に作りながら未来半年から1年ぐらいを作るというのが資金繰り表です。経営計画はね、もう3年から5年の先の未来を数字にする、数字と言葉でするのが経営計画です。資金繰り表はお金の出入りをやっていく。ね。これによって、例えば1年後、ね。1年後のお金が足るのか足りないのか分かるわけです。これによって精神が安定します。もし、資金繰りで、とか、未来のことで、ね。悩んでおられたら、で、お金で悩んでおられたら、もう資金繰り法は絶対作ってください。はい。まあ、うちも無料でフォームお渡ししてますしね。まあ、使っていただいたり。ね、ご指導もしてますし、ね、そういうことを使っていただいて、資金繰り表、これ経営者が作ってくださいよ。まあ、会計事務所が使ってるところもあるそうですけど、作ってる。これ他人に作ったら他人の数字になっちゃうんですよ。経営者がうんうん言いながら、自分で作るところに価値がありますから、資金繰り表を作ってください。で、もっと未来、3年5年の、ね、3年5年に不安を持っておられる方、まあ、10年でもいいです。ね、不安を持っておられる方は、この経営計画を作って自分の未来を、描いてください。描いてください。ね。こういう孫正義さんとかジェフ・ベゾスの右大さん、悩んでるって言いましたけど、もうこういうのはこういう、すいません、こういう方は、壮大な計画を持っておられますから、
その壮大な計画を持ってて、今どの段階でいるな、今失敗したけどこれは計算通りだなと思ってれば悩んでないかもしれません。まあ悩んだふりしてるかもしれないです。ただ悩みはあると思いますよ。別の悩みいろいろねあると思いますけど、この壮大な計画を持っておられるからこうなられたんですよ、ということなんです。だから皆さんもこういう経営計画を持たれて壮大な未来を見ると、今の日常の小さなことでいちいち悩んでる暇なんかないんですよ、ということです。それでメンタルは安定します。はいね、まあ、あの復習しますと、こう事業を支えているのが経営者だ。経営者はプレッシャー、ものすごいプレッシャーかかってます。それはもうみんなかかってます。はいね、尊敬しますよ、それを支えてるね。だからそのプレッシャーをストレスにかけると、あのストレスに感じるとメンタルはやられるわけです。よく節税対策とかね、高級車を買ったりとか方ね、の一部には多分ここのストレス発散があるかなと思うんですよ。だからそうじゃなくてプレッシャーを楽しむ方向に行ってくださいね。で、メンタルが不安定だと多責になったり自責になったりになると、これどっちもダメ、会社が傾きます。ですからメンタルを安定させるためには、まず一つ目プラス思考、二つ目相談者を持つ、パートナーを持つ、誰かを見つけてくださいということです。で、三つ目資金繰り表、経営計画を作って未来のことが見えると精神は安定します、ということで、お分かりになっていただけたら幸いです。はい。本日の動画がよろしければ、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。